はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回もですね、こちら、ハリネズミ、ドデカスキンのね、ハリネズミ、挑戦していきたいと思います。ドデカって名前なんだね。まあ、そっか、ドデカガチャだもんね。なんか、それでも上の名前、ドデカって面白いな。で、ハリネズミのカラーチェンジが、なんと、青色？やっぱりなんか、結構ドデカスキンのカラーチェンジが最近青が続いていると。で、ね、やっぱり青鬼だから青をイメージさせてるんでしょうね。ハリネズミも青鬼ハリネズミみたいになってますからね。ちょっとね、ハリネズミに関してはね、カラーチェンジさせたい。だから、まず一体何が何でもゲットしたいかなっていう。ハリネズミの何がいいって、そのね、横側の絵もすごいいいんですよ。正面より横のが好きだから、ちょっとハリネズミはね、欲しい。ということで、行きましょうか。100連行きたいと思います。いや、頼むよ、マジで。この今回のドデカスキンに関しては、マジで追いたい。ハリネズミは欲しいんだよなんで、しかも青色のハリネズミって絶対かっこいいじゃん。で、横の見た感じもすごいかっこいいとなれば、そりゃ狙わざるを得ないでしょう。ということで、まず10連やって、その後、まあ、普通にスキップしていって、最後の100連目でっていう、ちょっとスタイルにします。なんか普通に一回一回、なんかこの宝箱開けてても当たる気がしないので、もう今回は、もう、いつも通りの、ガチャの方法でいきます。最初の10連の1回だけは出して、こっからですよ。マシュマロかー。まあまあまあ、もっと多分マックスやなかったと思うからありがとうございます。そしてスキップ！なー。いや、ドデカがマジで僕本当にドデカ運がなさすぎる。いや、本当なんでこんな出ないんだろう、ドデカ。なんだこの3連。やだよ、黒い3連戦みたいな。マシュガイアオルテガみたいな。やめてよ。蛇使い3連戦ですみたいな。いらないよ、そういうの。40連目になるのかな？ちょっと待って。ちょっと待って、今、ちょっと待って、待って。人間って食いつかれると。やばい、ちょっと待って。自分で積もっちゃった、今。おありがとうございます、ライオン。ライオンゲットしました。やった。オッケー、センキュー、センキュー。ちょっと待って、これ今のはちょっとね、自分でもちょっと今恥ずかしかったな。お出ると思ってない時に出ると人間ってああいう声出すんだなって今分かった。あ、でもこれドデカスキン出たぞ。お、これで持ってないのか。北極熊、ペンギン、サイ、ハリネズミになってきたね。うん、親子カンガルーが出たから。オッケーオッケーオッケー。いやでもやっぱりハリネズミ欲しいな。ライオンさんもいいんだけど、でもよかったよかったよかった。ドデカスキン出ただけでこれは収穫ですぞ。でもやっぱりハリネズミをさ、色違いさせる？青にハリネズミを出すんだったら、そりゃ、ここで1体ぐらい出しておきたい。しかし、もうここに関してはね、もう最悪出なくても、まあまあまあ、ちょっと許せる、許せるって言ったらね、ちょっと上から目線になってしまうんだけど、まあいいかなっていう気持ちにはなったかな。ということで、じゃあラスト、10連はまあ一回一回、やっていきましょうか。そうですね、これアフロガチャなんでね、今回は。もうハリネズミという名のアフロがいっぱい出てきますので、まあそこはちょっと致し方ないかなと思いつつ、頼むからちょっと来てくんろ、ハリネズミ。もう一度でいいから、ハリネズミ来てくんねえかな。神引きでしょ。過去最高の神引きでは、100連でドデカ2体ですよ。しかも、被ってない。新、うわ、やばい。どうしよう、ライオンで行こうか。今回ライオンで行くんですけど、1戦目ライオン、2戦目北極熊で行こうか。え？いや、ハリネズミは確かに良かったよ。ハリネズミの方が確かに好きなんだけど、いやいやいや、これは、これはね、さすがに文句言えません。青鬼お姉さん、ちょっと待ってね。今これボット部屋だから、あれなんだけど、青鬼お姉さん、多分エアコンの裏にカメラがあると思うんですけど、本当にありがとうございます。はい。ということで、じゃあちょっと一回これ抜けますね。フレンドマッチで、フレンド部屋で。まあ、これでボット部屋だったらちょっと仕方ないなっていう感じなんですけど。まあ、最近結構ボット部屋に最初当たってしまうことがちょっと増えてきて、まあどうなんだろうね。その、プレイヤー人数が多い時に結構その、ボット部屋に当たることが多いので、まあ多分、あれでしょうね。今、キュービー降臨が来てるので、結構プレイヤーが多いんじゃないのかなと。うん。
なんだろう、プレイヤーさんがやってる人が少なければ少ないほど意外とプレイヤー部屋に入れて、やってる人が多ければ多いほどボット部屋に入れるので、多分部屋数が結構限られちゃってんじゃないのかなって思ってるんですよ、僕の中で。うん、その、無限に、そのプレイヤー部屋があるわけじゃなくて、ある一定のプレイヤー数っていうか、が入っちゃうと、入っちゃうっていうか、その、いっぱい部屋が、それが満タンになると自動的に、そのボットに入られちゃう。で、もう一回こういう感じで入り直すと、あの、プレイヤー部屋に入れるので、空いたところで入れるみたいな。そういう感じのシステムだと思うんだよね。ということで、ありがとうございます。超神引きでございます。多分過去1なんじゃないかな、これ、ドデカガチャでは。ドデカガチャでは多分過去1の。遅くなりました。はい。まあ、ガスマス素晴らしい。いいぞ。うわー、ライオンいいね。あ、いい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 です、いいです。はい、いいですぞ、これ。ちなみに、このステージだと、多分、この前の動画で、昨日かな?昨日の動画でご覧いただいたと思うんですけど、まあ、80人、1鬼というかね、その感染鬼で、入手しやすくなりますので、ぜひ、このステージになったら、まず1回攻めてください。はい。毒切りが、まあ、その、毒切りが1回できたら、まずは多分80人確定って言ってもいいかもしれないです。ここの場合。毒切りが2回から来てたら正直厳しいんですけど、その、まあ、何回も説明してるんですけど、このステージって青鬼が2回に来ないステージなんですよ。まあ、もちろん2回に降ってきて、それで1回に戻るときに倒すってことはあるんですけど、その1回に降ってきた、もしくは、2回の階段とかで降ってきたら、大体、もう1回にずっと、要は、全員のそのプレイヤー倒して2階にしかプレイヤーがいない状況でも、その、なんだろう、ずっと1階でうろちょろするので、そうなると必然的に、まず僕が1体の時に1階をほとんど倒しておくと。で、そしたら、まず、まあ、青にはずっと、ちょっと待って、ドッキリ来ちゃったな。どっちだ?ん?下か。なるほど。これでも通らないといけないんだよね。どうなんだろうな、これは。ちょっと待って。あ、いや、これ、違う、最終地点。違う、ここじゃない。待って、ここじゃない。1階だ。一階の、いや、これ悩ましいぞ。ちょっと待って。いや、これはあえて、こうだ。ここでガスマスク入手。いや、これ多分一階の下だと思うんだよな。この感じ。でも、これは仕方、これ一階の下だな。まあ、いい、後で行こう。多分20秒あれば戻れると思うんだけど。で、できればローラースケートがある状況だったら多分いけると思う。いや、でも一応こうしとくか。で、食らったらもう、すぐに一階に突っ込みましょう。多分これ最終地点一階。だと思う、これは。プレイヤーさん多分ずっと1階にいる。で、まず、ローラースケートゲットしたら多分間に合うはず。ローラース、ちょ、それ聞いたな、それ聞いたな、それ聞いたな、マジ、無理。混乱してます。助けてください。大丈夫。間に合うか。12、11、19、あれ?おお勝った。あ、最終地点あっちだったんだ。戦闘最高、最後の一人です。ありがとうございます。あ、よかった、よかった。最強です。連続1位。かなり好調でございます、最近。ということで、やったぜ。いや、こんな奇跡があるんですな。本当に。ありがとうございます。ホッキョクマ、そしてライオン。これで一気に、残り、でも結構僕が一番欲しいスキンだけが残っちゃったな。ペンギンと、ハリネズミ。その2体だけになったよね、多分。あ、サイか。サイと、ペンギンとハリネズミ。なので、個人的には、一番欲しいのハリネズミ。で、ペンギンは、青色になるんですよ、あのペンギンって。だすごいかっこいいから、この5体入手したってなるとペンギンが欲しいかな。でも、やっぱり一番ハリネズミが欲しい。ハリネズミの青とか超かっこいいもん。本当にかっこいいですよ。まあ、多分、サムネとかに載せてると思うんですけど、はい、いただきました。はい、もう変化させた人がいて、凄すぎます。はい。いや、本当に、しかもすごい早かったんですよ。どうだろう ?3 時間、4時間ぐらい。多分、青銭が何十万枚、何百万枚持ってる人いるんで、多分それで、ずっと回して、5体集めた方だと思うんですけど、すっごい早く、まあ画像いただきまして、本当にありがとうございます。びっくりしました。だから、ちょっとドデカスキン、これは引きたいなっていう、すごい、なんか、ガチャ引きたい欲が駆られたし、この動画をやることによって多分皆さん画像ね、見た、お、キツネもいますね。その、画像見たことによって、あ、私も欲しいっていう人が多分増えるんじゃないかな。うん。個人的には、青鬼ハリネズミとちょっと呼ばせていただきたいんですが、あれは。あれは青鬼意識してますよね、確実にね。ガーッ。さあ行きましょう。さあ。いやー、北極熊。まあ、北極熊ね、まあね、入手することに意味があるので。いや、嬉しいなー、北極熊も。まあ、とりあえず最終地点、一番、
ハリネズミさんだ、でかい、ほら可愛くないこれ。待って、ちょっとごめんね、ついてきちゃって申し訳ないんです。ほら可愛い、ガスマスティ可愛い、ありがとう。ごめんね、雨ちょっとしつこくするのとあれだからやめとくね、ありがとう。あ、ガスマス、センキューセンキュー。あ、どうぞどうぞ、宝箱使って、取っていいよ。いや嬉しいな、ガスマスティング使ってくれるの嬉しいな。いやーいいですね、ちょっとあの、あーいいな、欲しい、青色とかのね、ちょっと歩いてる姿見てみたいもん、青色の、あれの青色。え、結構いいじゃん、おっきいじゃん。いいな、あのね、針の部分が青くなるんですよ。ということはですよ、すっごいあれなの、青が強調される。あ、ガスマス、あー頑張って、逃げて、大丈夫かな、大丈夫だよね、青オーラの人だから大丈夫でしょ。私はガスマスティングというワードを使っている人に対して非常に優しくなりますからね、応援しますからね。はい、頑張る君を応援しますならね、ガスマスティング使うあなたを応援します。はい、トライアングルです。ありがとうございます、株式会社トライアングル。はい、ガスマスティングセンキューです。どうしようかな、多分最終地点こっちだと思うんだけど、違うかな多分ここ、ここだと思うんですけど、だちょっと長期戦になりそうな気がするかな。いやでもわかんないな、まだあの強者のオーラの人が、あでもいや、プレイヤーここら辺に集まってきたね。多分、強者の人だったら多分最終地点どこかわかるので、いや、でもゼウスあそこにいるんだよな、ゼウスの人。ん？あっちか。いや、でも多分まだわかんないっていう状況なんじゃないかな？いや！いやいや、あいや、あいや、ちょっと待って、これ。あの宝箱のとこか？いや、いや、ここでしょ、ここでしょ、多分ここ。ここじゃないけど、こっちだと思う、ここ。ほらほら、来た、みんな来た、みんな来た、みんな来たよ。多分ここ。ここら辺、ここ、ここだと思います。はい。あの、あらかじめ予想しておきますね。うん、そうだね。まあ、レア鬼が出現した。いや、どうだろうな。そうだね、ここだね。いや、いいな、ハリネズミ欲しいな。かわいい！しかも、あの針の部分が青くなるんで、めっちゃいいじゃん！超欲しい！ 5 体は厳しいよ！これ絶対でも青鬼と間違えるよね。あれ。だって、下手したらこれ、後ろ姿、クモ鬼だからね。ほら、あれが青くなったとするじゃないですか。クモ鬼じゃん。うわ、ふわっている、ふわっている。やばい。ちょっと待って、これ、ロッカー対決になるわ。ふわっていが来るとなると話が別だ。待て待て、落ち着きたもす。ここで私は身を潜めようか。全然潜めれていないが。いや、このロッカー重要になってくるぞ。ふわって、うわー、ちょっと待って、これ、青鬼じゃん。絶対、このハリネズミ。いいなー、欲しいでごじゃる。あ、ロッカー入ってる、ロッカーバグが発生してんのね。ちょっと待って、ふわって来るぞ、ふわって来るぞ、もう来るぞ、もう来るぞい。来るぞい、来たぞーい、ふわってぃが来たぞーい、みんなー。ちょっと待って、どうする、どうする、いや、ここは賭けだ。私は狙われない、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 なななななな、無理でーす。いや、でも、まあ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 、まあ、今回は神引きだったので、まあ、よしとします。はい、ということで、今回はこの辺りで終わりますが、ぜひ、皆さん、どでか好き。ハリネズミの青色欲しいなぁ。でもな、ちょっと青ゼニさすがに運もあるからな。はい、まぁ、ちょっとゆっくりね。あの、これからもドデカガチャあると思いますので、ちょっと引いていきたいと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと、ベルマークですね。そちらの方、ぜひ、ポチッとしていただけると嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。